わざっぴさん、ダールムさん、ありがとう。ちょっと今日薄暗いけど見えますか？私の顔、お顔見えます？なんか今日は気をつけたくない気分だった今暗い？暗いですか？暗いけど見えるよね。シゲオ007さん、ありがとう。心の目で見ますって。イエイ。寝てる。待って、アバター、え、待って、終わったよねって。嘘、アバターまだもらえん。どう、アバターって何日間とかあんのかな、配布期間みたいな。1ヶ月だったかな、どうなんだろう、どうなんだろう、わかんない。もし受け取れたら受け取って。ヤスさん、ありがとう。ダルマさん、全然寝起きじゃないですよ。寝起きじゃないですね。寝起きじゃないけど、今日は予定は午後なので、朝はのんびりしてました。みつきちゃん、ハートありがとう。わあ、成人しましたって。やっとだ、やっと仲間入り、おめでとう成人。いいね、振袖姿いいね、懐かしい。私もう2年前だ。リュータロンローマンさん、ハートありがとう。クロケンさん、ハートありがとうね。こんにちは。今日は、午後なので用事が、まだすっぴんです。サロン、残念ながらすっぴんです。なんちゃんの振り袖可愛くてよく覚えてます。嬉しい。私はなんと2着もね着れたので、とっても幸せです。シゲオ007さん、お花とダルマさん、ありがとね。こんにちは。よし、そう、今日はもうめっちゃ何度でもしちゃった。今日はね、ゆっくり寝ようと思って、今日はもうゆっくり寝ようと思って目覚ましを、今日は目覚ましをね遅めにかけてたんですよ。今日はそう、遅めに目覚ましをね9時10分にかけてたんですよ。そしたら8時2分に目が覚めちゃって、あと1時間寝れるじゃんって思って寝たら、めっちゃ何度でもしちゃった、眠気を取るポニテは昨日してたの。そう、昨日してた。そうだよね、昨日最後の方見に来てくれたもんね。本当にすっぴんだよ。なんなら私リップも塗ってないよ、持ってきたけど。何にもしてないよ。5度寝、何度寝したかな、1、2、3度寝、4度ねくらいした、久しぶりにね。あ、アバターもらえたって、よかったよかった、ありがとう。そう、すっぴんだから暗めなんですね。まあそれもあるよね。なんか画面暗いとなんかちょっとすっぴんに見えなくないですけど、すっぴんよりは。カースのカーコさん、ダルマさん、ありがとう。あ、こうすると画面明るい。
年取ると寝るのも疲れます。でも寝るのってめっちゃ体力いるっていうかね、言うよね。私はまだ何どれだけでも寝れますよ。いくらでも寝れますよか、うん、いくらでも寝れます。今寝てって言われても寝れるかもしれない。でなんか今日割とさ、顔がなんか今日はなんかいつもさ起きるとさ顔むくんでたりするじゃないですか。今日はなんか意外と、うん、すっきりしてました。うん、どこからどう見てもすっぴんかな。え、嘘、すっぴん、すっぴん、超すっぴんに見える、すっぴんに見える。まあメイクしてないよね、どこも。まつげもあげてないし、あのまつげはまつぱの余りが右目、左目か、こっち左目はちょっと残ってるので、ちょっと上がってるように見えるけど、リップ塗った方がいいかな。リップ塗った方がいい、リップぐらい塗っとく。とりあえず保湿しとくわ。こんにちは、パクチーさん、ハートありがとう。今マミーがお買い物に行ってるので、今日お買い物に行ってるので、その間に配信しようと思って配信始めたところです。寝なくてもいいと思うけどお任せします。面白い。こんにちは。今日は、まあ、1時間から1時間半ぐらい配信しようかなと思うんですけど、まあ後でちょっとだけカラオケしようかななんて思ってます。国陽さん、だるまさん、ありがとう。みんなお昼休憩にちゃんとかぶりましたかね。私がちょっと数分遅れちゃったからな、ね、久しぶりだよねお昼。最近夜遅かったんで、ちょっとお昼の皆さんにもこんにちはしたいなと思って、そうお昼に配信したんですけど、みんなもうお仕事始まってるよね。だって年明けてさすがにみんなめっちゃさ、夜寒いけどさ、大丈夫？風邪ひいたりしてないですか？寒いよね。とっても。ね、なんかさ、この画面じゃさ、全然伝わんないけどさ、なんと3連休もらいました。おー、いいね。この画面で今日はさ暗いからさ全然わかんないんですけど、私めっちゃここ数日で髪明るくなったんですよ。染めたとかじゃなくて、そう今日はさすがにわかんないんだろうけどね。朝晩めっちゃ寒いよね、わかる。お昼はさあったかいじゃないですか割と、けどなんか夜めっちゃ寒くない？朝も寒いし、天気が洗濯してる、えらい。お洗濯お疲れ様んごー、お疲れ様んごー。そんなに色が変わる？なんか私がこの間言いましたよね、欲しかったトリートメントがやっと届いたみたいな。ドライヤーの前に使うっちゃけど、そのトリートメントね、なんか結構結構バズってるっていうか、結構人気な
東京でサロン、東京のサロンで働かれてるあの美容師さんがあの作ってるトリートメントなんですけど、それがやっと届いて、それなんか熱を利用してあのサラサラにしてくれるみたいなやつ、ダメージケアしてくれるみたいなやつなんですけど、それがやっとネット注文で届いて、あの使ってみて、うーん、3日目ぐらいなんですけど、3日目ぐらいだけど、そう、なんかさ、それ使ってからめっちゃ明るくなったような気がするんですよね。気のせいかもしんないけど、そう、なんかね、アイロンするとめちゃくちゃサラサラに感じる。なんかね、いい感じですよ。香りも好き。うん、そう、なんか髪が明るくなったような感じがするんですよ。そういえばアイロン使った、まだスチームアイロンでしょ、まだまだまだ。仕事に戻りますって、ありがとう。お昼休憩に貴重な、ありがとうね。ああ、お疲れ様ご。そう、なんか髪色がちょっと明るくなった感じがして、でも私髪ちょっと明るくなりたかったので嬉しいです。最近やからね、あのコートとか黒いお洋服とかこうやって着ると全然色が違うんですよ。わかる？これでもわかるじゃん。ちょっと黒茶屋みたいな、そういうのがくっきりわかるようになってちょっと嬉しいですね。そう、プレジョンさん、キラキラとダルマさん、ありがとう。でもなんか最近ちょっとあのもう1ヶ月ぐらい、うん、1ヶ月経ったかな、前回にいつ染めたっけな、多分1ヶ月、うん、1ヶ月経ったんですよ染めて。だからそろそろ次の色考えなくちゃなとか言っても、いつもだいたいお任せにしちゃう。ある程度のなんか要望だけ言ってだいたいお任せにしちゃうからな。ソースイさん、ダルマさん、ペンライトありがとう。最近はヘアオイルとドライヤーでなじませてるから髪質良くなったってね。そう、あ、寝癖が治りにくくなった。あ、オイルとかね、確かにそうかもね。そう、ヘアオイルとかさ、ヘアミルクは絶対あった方がいいよ。じゃなきゃドライヤーめっちゃ痛むよ。うん、ドライヤーとね、アイロンはめっちゃ痛むんですよ、髪の毛が。本当に、しかも毎日ドライヤーってやるじゃないですか、で熱当てるやん。だから本当にね、やった方がいい。うん、やるのとやらないの全然違うよ。そう、大事だなーってめっちゃ思いますね。それかもうシャンプーとトリートメントにこだわるか。うん、そう、私シャンプーとトリートメントね、いつも使ってるやつ以外のやつをなんか使っちゃうと急に髪が、うん、なんか広がりやすくなるっていうか、なんかね、うねるっていうか、なんて言ったらいいんやろ、まとまんない、うまく、うん、くなっちゃうから。そう、ソースさん、カバーありがとう。そう、もうね、大事。そう、なんかホテルとかでさ、シャンプーとかトリートメント一応あるじゃないですか。でもああいうので洗うとね、本当にね、キシキシしちゃうけど、まれにめっちゃいい、めっちゃよく、めっちゃいいってわけじゃないけど、あ、これ意外とたくさん量を使えばサラサラなるわっていうやつもあったりするから、そう、一概には言えないんですけど、そう、ホテルとかのシャンプーとかトリートメントをどうしても
どうしてもなくて、手元になくてとか、なくな自分のやつがなくなっちゃって使うってなった時、私もうめちゃくちゃ大量に使います。20ポンプとかして、あれ普段自分のだったら2ポンプとかなのに、そういっぱいつけたらなんか良かったりする。こだわりない、うーん、枝毛もないし、ブラシも、ブラシしてもきしまないし、冬なのに髪の毛静電気もないし、おーめっちゃいいじゃん。トリートメント、トリートメントね、大事、一番大事。あと私は最近はシャンプー終わったら櫛を通して、トリートメントをつけてからまた櫛を通して、トリートメント外してまた櫛を通すようにしてますね。めっちゃ櫛通す。そう、お風呂に櫛置いてます、専用の。そう、ピンクカムさんこんにちは。そう、それもあのあれです、美容室でいただいた櫛を置いてる。ホテルの人昨日詰めたのにもう空じゃんって思って、そう、いやそうなんですよね、確かに確かに、本当に本当にそうだよね、申し訳ないよ。でも自分の髪がきしまないために、そう私はそうしてる。めっちゃポンプつけて、トリートメントとかもめっちゃつけて、そう、あ違う、あのシャンプーはあのもう数ポンプですけど、トリートメントをそう20ポンプとかしてやってる。そう、自分のじゃない、自分のがないときはね、そう仕方ないな、これ使うしかないなってときはそうつけてる。もちろん数ポンプで効くやつだったら数ポンプでやりますけどね。とか2回したりとか、うん、1回流して2回トリートメントしたりとか、ヘアオイルして行きつけのサウナにあるお高いドライヤーをかけたら髪シャラシャラになる。いいね、いいね、いいね、いいね。なんかそういうとこのってなんかお高いやつ置いてそう。温泉とか、温泉行きたくなっちゃったな。いいね温泉。こんにちは。そう、髪の毛ね、なんかなんかさ、あのアイロンした後、ヘアアイロンした後にあのオイルをほぼ毎日つけてたんですけど、なんかつけない方が、つけん方がなんか見栄えいいっていう人、いやつけた方が良かったっていう日があるから、なんかそういうバランスも難しい。そう、見た目がさ全然違う、印象全然変わるから。そう、なんかワックス、男性で言うとワックスとかもそうやない？ワックスつけたらなんかさ、ちょっとさ、ちょっとなんかテカってるように見えたりもするじゃん。そう、女の子にもそういうのあるんですよやっぱり。そう、やっぱヘアオイルですからね。そうそう、こんにちは。おっしゃんやけど、髪がくせっ毛だからケアしないともじゃおになる。あーね、難しいよね。車のワックスにこだわります。車かい、車ね。でもまあ愛用者だったらもうとことんこだわるよねきっと。車か、すごい。車のワックスって何あれ、水弾くやつ？なんだっけ、どんなの？昨日は大学の卒論、卒論状
あ、じゃあ卒論構想を決めた。おお、すごい。何について書くん？あ、みんな人それぞれ違うよね。原稿用紙何枚だっけ？何十何枚とか書けるしないな私。水、え、そうだよね、水弾いてちゃっちゃになるやつだよね。あの雨の日とかも水弾くやつよね。いいね、こだわり強め。じゃあ車のなんかそういう用品ってめっちゃ通う？私全然わかんない乗り物。免許は持ってるものの、そう、多分自分がちゃんと乗るようになったら学ぶんだろうな。バイクばっか乗ってるから実家帰るとバイクやめて車買えっていつも言われる。あー、なんで？車の方が便利ってこと？便利やからってこと？暇があれば車用品ってめっちゃ見に行きます。すごい、めっちゃこだわってるやん。めっちゃこだわっちゃうやん、すごいね。でもなんかいいね、趣味があって、なんかそういうなんか特殊な趣味いいね。私も特殊な趣味が欲しいな。あー、怪我ね。やっぱ一回怪我しちゃうと親は絶対心配しますよね。そうだよね。まあ車も怪我あるけど、バイクに比べたらね、守りがいっぱいありますもんね。15,000字、15,000字ってさ、何枚原稿用紙？15,000字、ちょっと待って、15,000、え、50枚？原稿用紙って1枚300字ぐらい？50枚？きついね、きついね。お疲れ様んご。なんか手あげると画面明るくなる？なんかそんな現象あるよね今。ないな、なんで明るいんだ。ワード、あ、ワードね、うんうん。それでも15枚以上。あー、今時原稿用紙じゃないんですか？手書きじゃなくてパソコンってこと？なんかタイピング早くなりそう。魔法使いになれなかった。なんないの。サンドのバイク転倒事故で、首左膝左足首右膝治療したって。でもバイクやめる気なし。それだけバイクがやっぱ好きなんだよね。でもなんかトラウマになっちゃいそう。タイピング早い人ってすごいよね。タイピング私ももうあんまりやってないので絶対遅くなってる。やっぱね、タイピングとかはね、毎日やればやるほどだから。ブラインドタッチは全然できるんですけど、ブラインドタッチできるのにピアノは弾けないんですよ私。
アノ、まあ、弾けない。ピアノってやっぱパラコンと一緒で続けないとですね。私はもう小2ぐらいでやめちゃったから。え、今日本当にさ、いつもの午前中よりこうすっきりしてる。嬉しい。私何分にしよう。俺も始めた。何時からしようかな。35分。ありがとう。35分か。じゃあ10分ぐらいになったらカラオケしようかな。冬になるとそれがシクシク痛みます。やっぱさ、冬って痛むよね。古傷痛むよね。わかる。私も右足痛むもん。うん。でもバイクに乗ってアクセル回すと頭がビリビリしてやめられませんって。うん。エンジン音。明日なぜか東京は雪降る。雪降るの。寒っ。そう、寒くなるとね、痛むよね。私も足痛いもん。触ると思い出す痛み。うん、触んなくてもなんかさ、当たったりするとね、痛むよね。なぜか。なぜ。こんにちは。うん。最近私あれにハマってますよ。そういえば、あのさ、自分でプリン作れるやつわかる？国陽さん、招き猫ありがとう。絶対みんな知ってる。絶対みんな知ってるやつ。なんだっけな、プリン自分で作れるやつ。あれにハマってる私。うん。美味しい。卵も牛乳もいらないんですよ。そう。お湯と粉混ぜるだけのやつ。あれめっちゃ美味しい。あ、違う。ドンキにあるバケツのプリン。何それ。気になる。違う。牛乳も卵もいらんくってな。粉に 150cc のお湯と 50cc のお水を混ぜて、冷蔵庫で冷やすだけでできるやつ。カラメルソースもお水大さじ1杯と粉混ぜたら作れちゃうよってやつ。うん、あれ美味しいね。そう。トゥ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 。なんだっけな、ちょっとみんな思い出して。プリン、あー名前が分かんない。プリンエースみたいなやつ食べたことない？みんな。ドンキのは牛乳2リットルぐらい入れるから。違うか。え、2リットル2本やん。すごい。あ、自分で作る式すごいね。牛乳いらない。牛乳も卵もいらない。うん、カート趣味といえば某のぎざかさんが昆虫カフェ行くのが趣味と言ってたって。すごい。ヘビとかトカゲ。
あ、蛇とかトカゲ無理ですね、私眠れなくなっちゃうわ、そんなの。うん、あのカゴから出てきたらどうしようって思っちゃう。変わった趣味欲しい。よし、そろそろ曲選ぼうかな。イヤホンつけなきゃだよね。こんにちは。ねえ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 、このさ、このさ、このタイプのイヤホンってどこに売ってる？このタイプのイヤホンどこに売ってる？この iPhone のさ、充電器と同じようなさ、口のさ、これ。このイヤホン、有線イヤホン、有線じゃないとさ、ショールームとか配信では歌歌えないんですよ。そう、でもこれずっと断線してるから、新しいの買いたいんですけど、どこに売ってますかね。あ、今日は奥さんの誕生日なので一緒にランチしてますって。おめでとう。見てる？見てる？見てるかどうか教えて。見てたら歌歌いたい。変換アダプター買って普通のイヤホン使えば。変換アダプター、待って、それさ、丸いやつでこうさせるやつ、あれさ、私なくしたか壊したかでないんですよね。なんかね、それこそ、あ、 iPhone7 使ってる時だ。 iPhone7 こっち使ってる時に、こっち使ってる時に、ついてきてたんですけど、そう、あのね、多分ね、壊れたんじゃないかな。家電量販店で売ってる。あ、まだ売ってる？あ、変換やっぱ壊れやすい。じゃあ壊れたんですね、あれは。いやいやいや、私全然物壊さんよ。もうちゃんと丁寧に使っても壊れるものは壊れるじゃないですか、そういうの。うん、この有線イヤホンが欲しいんですけどね、ずっと断線してるんですよ。断線っていうの、これ、よし。じゃあ、違うよ、本当に壊れちゃったんだよ。じゃあ何歌おうかな。何歌おう。歌えるかな。あ、最近聴いてなさすぎて歌えるかわかんないけど、なんかちょっと押してみようかな。うん、どんな歌だったっけ。ちょっと歌えるかわかんないけど歌ってみるね。ちょっと最近聴いてないんで。
Happy birthday to you, dear スヌポンさん。Happy birthday to you, スヌポンさん。おめでとう。ランチ楽しんできてね。おめでとう。ありがとう。あの素敵なランチ中に見に来てくれて嬉しいよ。おめでとう。ピンク壁尾さんありがとね。みんなもペンライトありがとう。メロディーも嬉しいです。ね、私他の乃木坂さん何歌えるかな。高くて歌えなさそうだな。
ょっと高いから歌えるか分かんないけど。待って、久しぶりに聞いた。悲しい出来事があると僕は一人で夜の街をただひたすら歩くんだ。背中丸め脱いで行くあてなんかないのに、雑踏のその中をさまよう。 Keep going。そう、キー高いよね。わかる。待って、最初どうだったっけ？最初どうなんだったっけ？最初どうなんだったっけ？校庭の走れ、校庭の走れ、反射してた。誰かを失い忘れた蛇口。大事なものがずっと流れ落ちてるようで、風に耳を塞いでた。
イエーイ。
した。さよならを手のひらで包んでくれた優しさが脈を打って暖かくなる風に一番そう。
ながら微笑んで、ちょっと一回は歌ってみたかったな。ゆうこさんの楽曲大好きなんですよね、本当に。感じで、皆さん今日はこの辺で配信終わろうかなって思います。今日は好きな歌を歌ってみましたね。じゃあみんなこれでお仕事頑張れそうですかね。どうですか。
お仕事午後も頑張ってください皆さん。そのこれからメイクをして、ちょっとしたらメイクをして出かける準備をしたいと思います。ねえ、久しぶりにカラオケした。楽しいねカラオケ。そう、この間バンされちゃったので、盛り上がってきたところですよって終わります。今日はじゃあみんな午後もね頑張ってください。お、13位から読みますよ。初めて読む。これなんて読むんだろう。羽に南でなんてお読みしたらいいんですかね。ウナンさん、ウナンさんだ。ウナンアットマーク台湾さん、ありがとうございます。12位はホチトさん、ありがとうございます。11位はピンクカメオさん、ありがとうございます。10位はヤスさん、ありがとうございます。9位はニャガサキさん、ありがとうございます。8位はリュータロンローマンさん、ありがとうございます。8位リュータロンローマンさんね、ありがとうね。7位はパクチーさん、ありがとうございます。6位はトカチンさん、ありがとうございます。そして5位はソースイさん、ありがとうございます。4位はプレジョンさん、ありがとうございます。3位はシゲオ007さん、ありがとうございます。そして2位はワサップさん、ありがとうございます。1位はコクヨウさんでした、ありがとうございます。皆さん、そう、初めての番の時、そうそうそう、昨日じゃんけんなかった。昨日じゃんけんしましたよ。配信をもう一度始めてじゃんけんだけしました。だからそう、気づかんかった方はね、そうね、できんやったね、ごめんね。じゃあ皆さんじゃんけんしていきたいと思います。今日は忘れずに、せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんブン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 。みんなありがとう、見てくれて。あ、そうそう、カラオケボックスでバンされた、初バン。みんな今日も見てくれてありがとうね。午後もお仕事、学校頑張ってください。じゃあまた会いましょう。じゃあまたね、みんな頑張って、頑張ろうね午後もね。じゃんけんできちょらんかった、おったね、ごめんなさい。でも一応昨日じゃんけんしたんだ。じゃあみんなまたね。